お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様、二人とも。それじゃあ車出すから、シートベルトしてね。はい。お、みくりさん。お、何？これ、どうぞ。おお、差し入れ。ありがとう、嬉しい。みくりさん、今日も朝から映画の撮影で、俺と一緒のロケ、それから帰ってもまだレッスンあるんですよね。ご飯食べる時間ないじゃんって思って。そうなんだよ、お腹ペッコペコ。何かな何かな。あ、おにぎりだ。しかも手作り。俺が握りました。あー、美味しそう。って、結構大きいね。あ、はい。おかずも一緒に食べられるといいなって思ってマヨ唐揚げ入ってます。あ、そうなんだ。唐揚げの入ったおにぎりってみくり初めて食べるかも。事務所着いたらありがたく食べるね。ねえゆなちゃん。はい。この間から僕みんなに心配かけちゃったみたいだよね。あ、そんな。ごめんね。謝らないでください。謝るのは違います。俺たちが勝手に心配してただけで、みくりさんのムーブは完璧でした。完璧すぎたから逆に心配だったっていうか。ああ、いや、でも悪い意味じゃなくていい意味で。いい意味で心配ってどういうこと？うまく言えない。でもみくりのことを思ってくれてるのはすごく伝わったよ。ありがとう。どういたしまして。というか光栄です。あのね、ちょっとだけお話ししてもいいかな？うん。多分今みくりは大きな壁にぶつかってるんだ。小さな頃からずっと桃竹みくりっていう子役だったりアイドルだったり芸能人としてずっと活動してきた。ゆなちゃんはよく知ってるよね。知ってます。すごくすごくよく存じ上げてます。いつも応援ありがとうございます。なんちゃって。はぁ、はぁ、つよつよウィンクアザス。ゆなちゃんみたいな優しい人たちに応援してもらって僕は今まで頑張ってくることができた。だけどこのままじゃ現状維持じゃ満足できないの。もっともっとパワーアップして変わっていきたい。その姿をみんなにも見てもらえたら、それで好きになってもらえたらすごく嬉しい。みくりさん。だから今回の映画の話はね、本当にありがたいなって思ってるんだ。多分浅川のおじちゃまもみくりのそういうことを分かっててこの役をくれたんだって思うから。そうですよね。みくりさんとしては初めてのヒールっていうか悪役っていうかですもんね。うん。最初はみんなの中のみくりのイメージじゃないだろうしって少し悩んだけど、これがチャンスだと思って。だけどやっぱり壁は高いね。壊すのにも乗り越えるのにも勇気がいるんだ。みくりさん。アイドルとしての僕はもっともっと頑張れ、理想を目指して努力するのみだって言ってるんだけど、一人の男の子の桃竹みくりとしてはやっぱりたまに立ち止まっちゃうこともあるよね。あの、みくりちゃん、から。どうしたの？俺、応援してます。うん、いつもありがとう。いっぱい、いっぱい、応援してます。心の底から、めちゃくちゃ、ウルトラ、ハイパーそんなに？はい。でも、応援してるだけじゃダメだって、
最近分かって、それだけじゃ俺満足できないって。みくりさん、俺みくりさんを支えたいです。それでできれば隣で成長したい、パワーアップしたいです。ゆなちゃん、だからちゃんとみくりさんの力になりたいんです。みくりさんのこと支えられるようになりたい。だって俺ファイオーのメンバーだから。ゆなちゃん、手痛いよ、そんな風に握ったら。うわ、すみません。あのね、ゆなちゃん、僕この間のダンスレッスンの時驚いたんだ。え？僕が足をひねっちゃった時、みんなが僕が動かなくてもレッスンできるようにって考えて動いてくれたでしょ。あ、すっごいみくり嬉しかったんだ。みくりをただ休ませるだけじゃなくって、その時やるべきことをちゃんとやれるように、そうやって考えて提案してくれたのがすごく心強くて嬉しかった。ゆなちゃんたちのこと、ゆなちゃんが思ってるより僕はずっと頼りにしてるよ。桃滝みくりを、ファイオーをちゃんと支えてくれてる。本当に本当にみんなを選んでよかった。そんなこと言われたら。泣かないでよ、ゆなちゃんってば。だって俺嬉しくって撮影最終日までまだいっぱい迷惑をかけちゃうかもだけど、どうぞよろしくね。はい、精一杯サポートします。